どうもペタです。バースからやっていきたいと思います。はい、本日はアップデートをやってまいりました。まあそちらのねご紹介などをしていこうかなと思っております。まずはじめに新キャラが2体出ております。東賀司ちゃんと春坂リオちゃん、この2人出てますね。で、今回やっぱり気になるのは東賀司ちゃん、こちらが新金属芸術的スティールクリーンかつ華麗にボールを奪い取るという形で、必殺スライディングではなさそうですけども、まあディフェンスの新金属、気になりますね。最近ディフェンスのね新金属多いのでちょっと気になります。これをねまた、まあ今日やってんのかな、今日のメインチャンネルでも多分やってると思うので、まあそちらの動画また見てあげてください。そして春坂リオちゃんはスピードフィジカルのチェイサーという、スピードフィジカルがちょっと使いにくいかもしれないけど、また後日使ってみた動画を上げてみたいと思います。で、こいつらの、ガチャ来てますね。ガチャ、まあ、今回は自分は見送ろうかなとは思ってます。もしかしたら司ちゃんが強かったら引くかもしれませんが、今回一応見逃す予定となってます。で、購入4回目以降は SR、PSR の出現率が2倍、そして、まあ2回目、3回目、5回目が SR 以上確定となっております。まあ、結構、6回目以降ピックアップ日から PR 以上確定ですね。これは結構45にはしやすいのかな。そして、購入各回おまけアイテムが、ゲドウ君金10個ずつ4回と5回で出ております。まあこれはまあまあまあいいのかな。で、これってこのキャラたちって常設なのかな、ちょっと待ってください。常設指キャラ。こいつらは、どうなんだろう。常設ではなさそうだな。これもしかして常設じゃない？非常設指キャラ出現状況なんで、こいつらも限定キャラらしいですね。いやー、それなら強いのかな。ちょっと使ってみてですね。使ってみて、ハマりそうなら、これは回そうかな。そういうことにしよう。はい。まあ、これは回すときはもうメインチャンネルの方でさせていただきます。そして、イベントがもう一個来ております。激突海星航空高校ということで、こちらの方やってます。で、9日目、までやって、あとは、期間限定のサクセスアイテム、週休犬の置物ということで、試合に強くなり、試合経験点が上がる、ジョンが練習に来やすくなるということで、これ、いいね。竜宮院高校にはもってこいなのかもしれません。これまたやってみたいと思います。で、フラッグチャレンジ、いつものフラッグチャレンジとは違いまして、今回、かなりフラッグが、景品が豪華になっております。まあ、いつもみたいに SR の誰々がもらえるとかではないんですけども、今回ね、PSR の 10% 券。まさかまさかの PSR 券が配られると。10% でも配られるの初めてなのかな。ユニフォーム、PSR 確率 10% のガチャ券。で、SR ガチャ券。SR 確率 10% のガチャ券。で、PR ガチャ券。あとはまあこんな感じになってます。で、今回はね、ドリンク、招き猫。こちらが多くなってます。今までは10個、交換可能数が10個だったんですけども、今回30個あります。これは自分はぜひやりまくりたいと思います。全部回収したい。ドリンク、周休心。で、招き猫は回収したいと思ってます。恋愛成就の守りはね、余ってるので別にいらないんですけども、ドリンクと周休心は、回収したいと思います。それ以外は、天才の入部届け、大丈夫博士像の銅と銀、そして10% の SR が、確率が、ガチャ券、あと SR ガチャ券、PSR 確率 10% ガチャ券、あとはユニフォームを回収していこうかなと思っております。まあ、これ、美味しいですね。まあ、この高校は、この前、キーパーのイベントありましたね。キーパーのイベントの、無回転みたいな。まあ、ソウルフルシュートかな、どっちかというか、それに似たシュートを打つキャラの高校らしいので、まあ、いずれ出てくるのかなと思ったりもしております。で、このフラッグのイベントなんですけども、25日までで、赤、黄色、青、緑、紫、虹色のフラッグがあります。で、虹色はサクセス、そして、スタジアムでたまに出現するのでゲットしましょう。で、あとは緑、青は、スタジアム。で、赤と黄色は、
サクセスとなっています。で、紫はちょっと分かりにくいんですけども、フラッグチャレンジ、激突フラッグチャレンジの報酬から獲得できるというものがありまして、これはパワーマッチのね、この宝箱取りますと1個解放されるんですよ。これをひたすらやって12回オープンすると2とかね、いろいろもらえるので、まあ、これは期間中にね、12回は終わらせましょう。今回ちょっと少ないんでね、いつも30回とかあるんで、今回少ないんで、これは終わらせて2時とかいっぱいゲットしましょう。そしてね、最終的に自分が欲しいアイテムだけ獲得しておきましょう。で、今回、スタジアムでちょっと、おすすめだけ、させていただきます。まず、こちらのスタジアムね、6時間に全部貯まるので、これはやってください。そして基本的に自分はスキップでやります。はい、スキップでやって、相手の高校出たら、その時だけピンチャンでやろうかなと思ってます。はい、出ないかな。あ、出た、激突で、これは虹が出ないんですけども、普通の方です。はい、で、これはピンチャンでやってフラッグを取りに行きたいと思います。そしてこういう時に得点いっぱい取りますので、いつもスキップやってる方、こういう時にこれ使ってください。スポンサーの小切手、まあ、自分は結構普段から使ってるんで40となってますが、多分ね、みんな99個が溜まってる人多いと思います。この機会に使ってください。やっぱりね、このイベントは点いっぱい取るので、スタジアムコイン、そしてガチャピーいっぱいもらえます。そういう時にやっぱり2倍にした方がいいのでね、今回は使ってください。そしてこれはまず狙い撃ち、どっちの札が、フラッグが欲しいかで、まず緑狙います。こんな感じでフラッグが取れます。で、ひたすら点を取るだけですね。ひたすら点取ってください。点取りまくったら、まあもらえるガチャピー、そしてあれなんだっけ、スタジアムコインか、スタジアムコインも増えますので、ぜひぜひやってください。で、これはゴールを狙う。まあ、初めの方はね、どっち取ってもいいんで、最後の方になると、調整していかないといけないんでね、緑と青。もらえるものを調整していかないといけないので、それは調整に入ってください。うまいことを調整してください。まあ、無駄のないようにね、はい、やるようにした方がいいと思います。はい、キャノンシュート、こっちでいいか。はい。はい、おーおー、え？今の、ここかっこよかったな。入ったと思った、残念でした。まあ、コーナーキックからだったら大体入るからね。はーい、で、まあこんな感じでゲットしてもらって、最後にスタジアムコインとガチャピーのもらえる量とか見てほしいんですよね。結構もらえるんだ。いや、そんなに回さないね。点取って、点取らないと、いっぱいもらえるとこ見せたいんだ。あれ、点取ってくんね。5点ぐらい取りたかったんだけどな。残念です。あと1点取ってくんない。お、いった、ナイス、ドライブシュート。これドライブシュートの場合はドライブシュート外してください。で、できるだけ円のギリギリで止めて、こういう風に点取った方が取りやすいです。ドライブシュートはね、ちょっと落ちてくるとこはフラッグ狙うね、ちょっと難しいんで、ああいう形で、点を取るようにしてください。これでマット、もう一度取ったか、ナイス、いいよ。あれ、あれ、もう一点取れない。まあ頼むわ。入れて。あ、オッケー。ドライブシュートね。はい、これで OK ですね。6点取れます。そしてこれでフラッグを獲得できます。あ、これやってなかったんだな、これやってなかった、すいません。全然ビンゴ終わってなかったっすね。あとはパワーシューターか、パワーシューターのやつ終わらせておきます。いや、終わってね、恥ずかしい、これ終わってなかった。で、こういう形でね、1726とか、結構スタジアムコイン、スタジアムメダル、ガチャピーもらえますので、ぜひぜひ、今回にね、いつもスキップしてる人は今回に、このチケットは使っていきましょう。
まあ、今回のイベントの説明は以上とさせていただきます。まあ、こういう形でね、このイベントは必ず皆さんやってください。結構いいイベントですので、やるといいと思います。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてサブチャンの方もね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。